アメリカの国務省は19日、EU、ヨーロッパ連合や日本、イギリスなどの同盟国とともに、中国政府が国家安全保障や経済にとって脅威となるサイバー攻撃を行っているとして非難する声明を発表しました。アメリカの同盟国が中国のサイバー攻撃をめぐって共通の見解を表明するのは初めてです。声明では3月に判明したマイクロソフトの企業向けメールソフトを狙ったサイバー攻撃においても中国の関与を強く確信すると指摘しました。